ということで、朝日新聞の記者にはこの会場に入ってもらっておりません。あの説明責任というか、朝日新聞の方の記者もね、かわいそうで、記者は一生懸命やってるし、 よく勉強してる記者だけども、朝日新聞の方が説明責任を果たすまではやっぱり僕らも応じるわけにはいきませんのでね、非常にアンフェアだと思いますね。今回はね、ちょっとメディアの皆さんには言いたいのは、ちょっと朝日新聞はアンフェアすぎますよ。政党広告を最後僕らが出してですね、契約が決まって、仮契約が決まってるのに、直前に、政党広告キャンセルと。でその理由が、投開票日の、ね、直前に連続で政党広告を出すのは、それは選挙運動の広告になると。読売新聞も毎日もあれ全部出してくれたんじゃないんですか、産経も。多分あの僕らがお願いしたその期日で全部出したのに、朝日新聞の方は投開票日直前の繰り返しの政党広告は選挙運動に当たると言って、全部審査も全部通って、向こうの言われるように修正も、こちらの記事の内、あの広告の内容も修正をかけて OK が出たのに、直前になってキャンセルが出たと。内部告発ですぐこんな話なんて、すぐね、いろんなところから、皆さんもご存知の通り、いろんなところからもう話来るわけですよ。朝日新聞の内部告発で、維新嫌いの橋本嫌いの上層部がですよ、この政党広告を打ち切る判断をやったと。